BTS、防弾少年団の自民とジョングクなど、韓国アイドルたちがヨーロッパ最大の音楽授賞式 2024MTVM、ヨーロッパミュージックアワーズ以下 2024MTVM に続々とノミネートされた。8日以下現地時間 2024MTVM は、BTS の自民とジョングクをベスト K-POP 部門の候補に選定したと発表した。 2019年に新設されたこの部門の最多受賞者は BTS だ。今年は自民とジョングクがそれぞれソロアーティストとしてノミネートされ、さらに意義深い。ジョングクは 2023MTV へまで2冠を達成した。ソロシングル、セブン、フィーチャリングラット、レ・ドージャ・キャット、マイリー・サイラス、オリビア・ロドリゴ、テイラー・スウィフトなどを抑え、ベストソングに選ばれた。また、 今年最高の K-POP アーティストを選ぶベスト K-POP に選ばれ、K-POP を代表するソロ歌手として地位を固めた。二人は米ビルボードチャートでも長期観光成績をキープしている。8日、ビルボードが発表した最新チャート、10月12日付、によると、ジミンのセカンドソロアルバムミューズのタイトル曲、フはメインソングチャート、 ホット100で前週比4位上昇した26位にランクインした。この歌が収録されたミューズはメインアルバムチャートのビルボード200で103位になった。またミューズはワールドアルバムで1位になり、フーはグローバルアメリカを除く、12位グローバル200、13位ストリーミングソング、20位ポップエアプレイ、26位 にランクインした。ジョングクはグローバル200でセブンフィーチャリングラットが81位、ソロアルバムゴールデンのタイトル曲スタンディングネクストトゥーユーが161位になった。セブンフィーチャリングラットとスタンディングネクスト,トゥーユーはグローバルアメリカを除くでそれぞれ45位と100位になった。ブラックピンクリサは新曲 ニューウーマンフィーチャリング、ロザリアでベストコラボレーション部門と、ベストビデオ部門、さらにベスト K-POP 部門にもノミネート。最近、米ニューヨークのセントラルパークで行われた、グローバルシチズンフェスティバルでヘッドライナーを務めたリサは、ロックスターから、ニューウーマン、ラリサ、マネーのステージを披露し、現地の観客をはじめ、世界中のファンから熱い反応を得た。 ストレイキッズもベスト K-POP 部門にノミネートされた。彼らは最近、米カリフォルニア州ロサンゼルスで開かれたアメリカンミュージックアワード、アメリカンミュージックアワーズ、AMAS で圧倒的なライブパフォーマンスを披露し、注目を集めた。また、アメリカの音楽市場で圧倒的な成果を収め、ホットなボーイズグループとして地位を固めた。昨年、 2023ビルボードミュージックアワードでトップ K-POP アルバム部門 2023MTV ビデオミュージックアワーズでベスト K-POP 部門を受賞した。その他にもルセラフィムがベストニュー部門、ベスト K-POP 部門、ベストプッシュ部門の3部門にノミネート。彼女たちはフォースミニアルバムクレイジーがメインアルバムチャート、ビルボード200で127位にランクインし、 3週連続チャートインに成功。ビルボード200のみならず、トップアルバムセールス、と、トップカレントアルバム、13位、ワールドアルバム、4位など、主要アルバムチャートで上位権に名を連ねた。さらにニュージーンズもベスト K-POP 部門に名を連ねた。彼女たちは今年、セカンドシングル、ハウスウィートと日本デビューシングル、スーパーナチュラルを相次いでリリースし、 活活発に活動しているまたニュージーンズは今年6月海外アーティストの中で最短期間で1年11ヶ月東京ドームで単独公演を行いチケットは全席完売となった特に東京ドームのステージは世界中のファンから熱い反響を得て絶えず話題になりさらなるニュージーンズブームを巻き起こした ILLIT はベストアジアアクト部門にノミネートされた 彼女たちは今年、この部門にノミネートされた中で唯一の K-POP アーティストだ。これはファーストミニアルバム、スーパーリアルミーのタイトル曲マグネティックが世界的なブームを巻き起こしたことが大きな要因だ。同曲は米ビルボードが発表した最新チャート、10月5日付でもグローバル、アメリカを除くとグローバル200にそれぞれ88位、166位にランクインした。 4月6日に初登場して以来、27週連続でチャートインし、ILLIT の凄まじい音源パワーを証明している。